純徳貫吉美総会張り中学は、香港新海トン文句安定村にある6年生の英文中学校である。中国語、通識教育及び中国歴史を除く、全科目は英語で授業が行われている。通称領中、英語は LKKC と呼ばれる。1981年9月に成立に伴って、タムロ文句安定村にある、 新築の校舎も同時に使い始めた。当時の田室門は人口が少なく発展したばかりの新市陳であった。1年生に入学者の3分の1が外部受験者で、残りが純徳貫吉美総会のグループの小学校からの内部進学者で3分の2を占めている。生徒の英語の能力が重視され、入学試験でも受験生の英語のコミュニケーションの力は重要な。 一貫だという。毎年4、5月頃に、香港の中学5年生に対して行われる、香港中学開校という公開の試験で、数多くの生徒が優秀な成績を収めているので、トン区内だけではなく、香港全体で優秀な中学校として知られている。2009年4、5月まで実施された7年生の中学5年生の生徒は、 必ずしも余かという6年に進級できるわけではなく、発記事の結果の遺憾で中学6年生に進級できないことがある。そもそも登校は中学5年のクラスの数が5クラスがあるものの、中学6年は2クラスしかなく6年生に進級できる生徒は成績が優秀な一部のものに限られた。香港中学開校が2011年の4、5月まで行われており、 同年の9月以降、6年生志向に伴い、余科を含む中学7年生も取り消された。4年生に進級した生徒は6年生に基づき、公開の受験をせずに、中学6年生に進学できることとなった。そして、新生の中学6年生を対象とする、大学に入るための香港中学文表という、公開試験が2012年4、5月より、新設された。 開校から2007年9月までの校長は、幕長名、現任の校長は、前任の副校長だった、対明本である。淳徳貫吉美総会張り中学の正門横に、ある校名版、淳徳貫吉美総会張り、中学校舎外館生徒が制作した、バナー2013年4月現在、全校生徒数1086人、クラス数20。べての学年は新生である。 中学6年生であり、全科目は必修科目となっている。2009年9月により4年生になった生徒は中学6年生となる。選択科目1の中で3科目を選ぶこと。2009年9月により4年生に進級する生徒は日本語もしくはフランス語などの科目を自由に選ぶことができる。夏の学生服の様式夏の学生服を 着用中の生徒生徒用のネクタイの洋式男子生徒編集白の半袖のシャツ左胸のポケットに学校の紋章が刺繍されているベージュ色の長いズボンである靴下は白の無地のもの黒い革靴に限ること運動靴などは禁止されている女子生徒編集白の半袖のワンピースで袖に赤の縁取りがあり左胸のポケットに 学校の紋章が刺繍されている。赤色のゴム製のベルトをかけること。靴下は白の無地のもの。黒い革靴に限ること。運動靴などは禁止されている。男子生徒、編集ブレザー。白の長袖のシャツ。左胸のポケットに学校の紋章が刺繍されている。白い斜め線の赤いネクタイを締め、灰色の長いズボンである。ジャケットの色は ダークブルー、左胸のポケットに、学校の紋章が刺繍されている。靴下は、白の無地のもの。黒い革靴に限ること。運動靴などは禁止されている。女子生徒、編集ブレザー。白の長袖のシャツ。白い斜め線の赤いネクタイを締め、灰色のジャンパースカート左胸のポケットに、学校の紋章。ジャケットの色は、ダークブルー、左胸のポケットに、 学校の紋章が刺繍されている。靴下は灰色の無地のもの。黒い革靴に限ること。運動靴などは禁止されている。セーターもしくは冬服用のジャケットは着用自由であり、女子生徒のスカートは夏、冬ともスカートの長さが膝元まで。男子生徒、編集前髪の長さは眉まで、後ろ髪は襟までのこと。髪を染めるのは禁止されている。 女子生徒、編集髪の毛の長さは肩までで伸びすぎだったら結ぶこと。髪を染めるのは禁止されている。系統505、507、614、751。ありがとうございます。